皆さんにおかれましてはその3枚のうち1枚をですね選んでいただきたいですね。こちらが3枚のカードになります。皆さんどれを選びますか？皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥトゥン、おめでとうございます。慎吾さん、私このまま進んでいっていいのでしょうか、とっても不安ですという方、大丈夫です。今日は2023年下半期あなたの運勢を竜神様のメッセージでお伝えしますという回です。あなたのねこの下半期、これからどんなことが起こるのか、もうぜひねワクワクして過ごしてほしいんですが、やっぱり不安な人もいますよね。このままで大丈夫なのかな、私不安ですという人いるでしょう。その人の不安をですねもうバーッと消してしまうような、そんな大安心会になりますので、最後までぜひ見てくださいね。この番組は誰でも簡単にできる開運術をお伝えします。竜神様のお力で人生を変えていこうという番組です。面白いな、ためになったなと思う方はチャンネル登録と、僕の公式 LINE、 そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE、 2つの公式 LINE にご登録をお願いしますね。はい、ということでですね、下半期どうやって生きていけばいいのかというあなたの疑問にお答えすべく、今日もですねこのドラゴンクリスタルチャネリングカードを使って皆さんの今後の流れをですね読んでいきたいと思います。このドラゴンクリスタルチャネリングカードね、初めて見たっていう方もいらっしゃるかもしれません。これ Amazon やね一般の書店で販売しています。44柱の竜神様の絵が描いてあるカードです。その竜神様からのですねメッセージが僕のね書いたメッセージとしてブックレットとしてまとめられています。この44枚のカードを使って今日は皆さんとセッションしていきたいと思います。でこのカードはですね他にも2種類あります。金と銀のカードがありますね。で金のカードは僕が校長を務めますスピリチュアルマスタースクールのスクール生産しか持つことができません。そして銀色のカードはそのマスタースクールのスクール生産たちの教え子さんたちになります。でこのピンクのカードは一般版なんですね。でこれもね繰り返しお伝えしてますが、このカードは一般で買えるんですけれども、このカードで優勝のセッションをしたり YouTube でね僕が今からやるようなことはやらないでね、それはねスクール生産たちだけの特典なので、そこのところはお願いします。はい、ということでですねこうやって持ってますけれどもね、こうカードはこれが、裏でしょうか、こう44枚のね竜神様のカードがありますよ。はい、例えばこのね、エンジェルシルカ20番のカードがね美しいですよね。こういう白龍さんがいたりとか、もしくはこちらですね、こう1番のカード、赤マリのカードで、僕このカード大好きなんですよ、青龍さんのカードね。このねカードは龍とクリスタルがモチーフになっています。龍とクリスタル、まあクリスタルって1種類だけじゃなくていろいろなねその宝石類、まあ、ジェムって言いますけれども、龍とクリスタルを中心にした宝石のセットですので、全部ですね宝石の名前がついてるんですね。例えばこれはアメジストという名前がついてますけど、アメジストの竜神様ですね。アメジストという宝石ありますよね。はい、その宝石のエネルギーと、紫の竜神様のエネルギーが2つこう入ってるカードです。でこれはですねアメリカのセドナという場所に行った時に降りてきたメッセージで、クリスタルとドラゴン竜を混ぜたカードを作ってくださいと。でクリスタルも竜も要は太古からいる存在ですよね。そして人間をサポートしていたスピリチュアルな不思議なエネルギーでサポートしてきたという共通点があります。でそのクリスタルと竜のエネルギーを両方ミックスさせたらですね、すごいパワーが、すごいエネルギーが出るんだよっていうことをセドナの神様が教えてくださったんですね。ということで今から皆さんにねこのドラゴンクリスタルチャネリングカードを使ってですね、今後の皆さんのこの2023年のですねエネルギーがどういう風になっていくか、人生がどういう風に移り変わっていくかということをお伝えしていきたいと思います。はい、それではまずいつもの通り陳謝を鳴らしていきたいと思います。はい、では今僕のこの下のところにですねカードが並んでいます。それを
左手で引いていきます。左は神様の方だと言いますね。右が人間で左が神と言いますから、左手で引いていきます。この YouTube を見てくださっている方の2023年下半期のエネルギーの流れをぜひ龍神様教えてくださいということですね。で、3枚引きますので、皆さんにおかれましてはその3枚のうち1枚をですね選んでいただきたいですね。今3枚引いております。そしてそのカードのですねブックレットのメッセージを読みます。本来でしたら本当はここでですねちゃんとチャネリングをするんです。チャネリング状態に入ってその龍神様からのメッセージを下ろしてくるんですけれども、今日はちょっと3枚ありますのでね、時間の関係上このブックレットっていうのはこれのことね、よくあるでしょ、オラクルカードの中に入ってるこういう本のことですね。これを読み上げるような形で皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは龍神様のカード今引きました。こちらが3枚のカードになります。皆さんどれを選びますか？これを1番、これを2番、これを3番としましょう。 1,2,3 どれかお好きなものを直感で選んでください。直感でこれっていうカードを選んでね、1番、2番、3番ですね。はい、選びましたか？はい、選んだらその番号を覚えておいてくださいね。はい、それでは1番目のカードから皆さんにお見せしていきたいと思います。1番目のカードはこちらのカードです。はい、見えますでしょうか？美しい白龍さんですね。こちらはタンザナイトの龍です。タンザナイトの龍、本当に美しい綺麗な顔をした龍神様が描かれております。こちらは1番のカードですね。はい、ではこのカードを引いたあなたに対してのメッセージを今から読んでいきたいと思います。はい、こちらのブックレットを読み上げさせていただきます。タンザナイト、テーマ龍の導き。メッセージを読みます。タンザナイトの龍はあなたに導きを授けます。今のあなたは自分の可能性について考える時期です。人生を変えたいけれど何をしたらいいかわからない、やりたいことはあるけれどもどう進めたらいいかわからない、自分は現状をもっと良くできる、もっと成長できる可能性があると感じているのに、具体的な方法がわからない場所にあなたはいると思われます。そんな時にタンザナイトの龍はそっとあなたに一本の光の道筋を見せてくれます。静かに目を閉じてタンザナイトの龍に導きを望みましょう。そしてビジョンとして見えた映像やメッセージを紙に書き出しましょう。一見関係ないと思われる映像も全て書き出しましょう。ここにあなたの人生を変える大きなヒントが眠っているのです、ということでしたね。1番目のタンザナイトの龍を選んだ方はこの下半期龍からの導きを受けられるそうです。そして今はちょっと模索中だということもタンザナイトの龍は言ってましたね。これは前回や前々回で YouTube でお話しした5月のエネルギーダウン、エネルギーがちょっと落ちていて、そして自分のことを今見つめている時期なんだよ、これから花開くんだよっていう前回前々回のメッセージとも共通する部分があります。ですからこの YouTube を見て1番のタンザナイトを引いたあなたは完全に流れに乗ってると言えますね。そしてタンザナイトの龍は自分の直感を信じましょうと言っていました。メッセージやビジョン、そういったものを紙に書き出してください。ぜひね、この YouTube を見てる最中でも結構ですし、 YouTube を見終わった後、日常的になんとなく直感で降りてきた映像やサイン、メッセージ、そういったものをメモする習慣をつけてください。最初はそれは何のことかわからないでしょう、これが私の人生に何の関係があるんだろうって思うようなことかもしれません。でもそれは後々答え合わせのように必ずバチッとわかる瞬間が来ます。で、その瞬間が来た時にですね、メモを残してないと何だったかなと忘れてしまうことがあります。ですので今日からですね、3日間ぐらいは自分の直感に意識を向けてそれをメモする、何か浮かんできたらメモを取るということをぜひ心がけてください。それが下半期にですね、本当に答え合わせのようにやってきますので、ぜひね、タンザナイトの龍からのメッセージを深く受け取ってくださいね。はい、それでは2番目の龍を選んだ方お伝えしていきます。2番目の龍はこちらの龍神様ですね。こちらも美しい水の水神、青龍様ですね。
宝石としてはラリマーの竜です。ラリマーのエネルギーを帯びた竜神様をあなたは引きました。ではこちらのラリマーの竜からのメッセージをお伝えしていきます。テーマ、許しです。ラリマーの竜はあなたに許しを与えます。過去にあなたが受けたショックな体験や特定の人物に対する怒りの感情を今手放す時が来ています。他人の過ちを許すのは難しいことかもしれません。それは相手にご褒美を与えてしまうような気がしてしまうからです。心の中で罰し続ければ相手を監獄の中に一生閉じ込めておくことができます。でも一方であなたは一生心の刑務所の監視員として生きなくてはなりません。それは相手を監獄に入れているようで自分をずっと同じ場所にいさせているというパラドックスに陥ってしまうのです。そろそろ相手を釈放し、あなたも刑務所での勤務をやめましょう。あなたはもっと広い場所で自由に生きる人です。相手を許すことは自分の精神を自由にすることです。心の痛手が大きいほど許しの難易度は高くなりますが、今その時が来ています。勇気を持って自分のために許しましょう、ということでした。はい、ラリマーの竜は相手を許しましょうというふうに言っています。ちょっと難しかったかもしれませんので解説しますね。相手に何か嫌なことをされた、ショッキングなことを受けた、そしたら相手のことを許したくない、許さないって思いますね。で、この感情を否定するものではないんです。怒りや悲しみはあなたの大切な感情なんです。ですが相手を許さないということは相手をずっと心の中に入れているということになります。そしてこの人が犯したあなたへの罪をずっと監視しているような感じになるんです。だから心の中の監獄の監視員というのはそういう意味ですね。相手を許さないと相手をずっと考えてしまう。それって心が自由かというと実は不自由なんですね。相手を不自由にさせているつもりが実は自分を不自由にさせてしまうことなんです。ただ相手を許すということは非常に難しいこと。なぜかというと自分が負けたような気がするからね。相手を勝たせて自分が負けた、相手にご褒美を与えて自分が損したような気分になっちゃうんですよ。だってそうでしょ、自分にショックを与えた人ですよ。自分にひどいことした人ですよ。その人を許すなんてそんなのずるいじゃないですか。許されてずるいじゃないですか。だけどその人を許すことで自分の心を自由にしようってラリマーの竜は言ってるのね。だからなかなか許せなかった人がいたかもしれない。でも今このカードを選んだということは竜神様の計らいだと思って、今このタイミングで手放す時だよって竜神様が言ってるの。だから2023年下半期ね、あなたの心が軽くなるように、あなたの心の中にいるあなたが許せない人、ムカついてる人、嫌な人、そういった人にさよならする意味を込めて許してあげよう、もういいよって、うん、バイバイって好きにしてって、ひどいことされたけどもうあなたとは関わりたくないから許してあげるね、バイバイっていう感じで許してあげる。そしてもう心の中に入れさせない、心の中に入れない、そういったことをする。相手を許し自分を許すということをラリマーの竜は言っています。ちょっと難しいかもしれないけれどもね、ぜひねトライしてみて。トライすることにも意味があるからね。僕もね、たくさん今まで不義理を犯された人はいるんですよ。不義理を犯した人ね、つまり僕は本当に客観的に見て何も悪いことをしてないのに、相手が僕のせいだと言って何かこう自分、僕にね被害を及ぼすようなことをされてきたことがないわけではありません。でもそういう人たちも全部許してきてます。なぜかというと自分の心が自由でいたいからね。もしね、慎吾さんの YouTube 見て楽しいな、面白いなっていう人は慎吾さんと同じことしてみてね。慎吾さんができたんだからあなたにもできるよ、はい、ぜひやってみてください。はい、では3番目の竜さんをご紹介していきます。3番目の竜を引いた方の竜はこちらです。ちょっと力強いですねこれね。先ほどの竜神様は紫だったり青だったりね、そういった爽やかな色でしたけど、非常に力強いこちらはレッドジャスパーの竜神様です。レッドジャスパーの竜神様はあなたに何を伝えようとしているのか、それを今からあなたにお伝えしていきます。レッドジャスパー、テーマ、破壊と手放し。破壊と手放し。レッドジャスパーの竜はあなたに破壊と手放しをもたらします。何かを手放さなければ何かを得ることはありません。手放して空いたスペースに新しいエネルギーが入ってくるのです。
それはお金、人間関係、仕事、恋愛、何でも当てはまります。あなたには今手放すべきことがあります。それを手放してしまうと、文字通りあなたは人生が破壊してしまうような恐怖を感じるでしょう。でも何をしてもあなたが壊れるようなことはありません。強い執着心がそう思わせているだけです。あなたがもうやめたい、もしくはやめた方がいい、縁を切りたいと感じていることはありませんか？レッドジャスパーの竜の力を借りて、新しい未来のために握りしめている不要なものを手放していきましょう。はい、思い切って手放しましょうとレッドジャスパーの竜は言っています。例えばどういうことなんでしょうか？例えばあんまり面白くないなと思っている人たちの集団、サークル、クラブになんかいやいや、もう付き合いだから行ってたりとかね、そういったことってありませんか？もしくはもうずっとやってる仕事、もうそろそろ手放そうかなと思ってるんだけど、周りにやってくれる人がいないからどうしても自分がやっちゃってるとかね。もしくは今やってる仕事、これ面白いんだけども楽しいんだけれども、でもそろそろこれ手放さないと次に行けないなと感じているもの。もしくはパートナー、ずっと一緒にいて、もうこの人とは長いからいろいろなことが通過で分かるんだけど、でもそろそろこの人と別れないと自分の人生良くなっていかないな、こんなことを感じている人や仕事や活動や集団、これらのことを思い切って手放す時期に来てますよということですね。いや、この手放しも結構大変です。なぜかというと、やっぱり人間というのは感情の生き物ですから、手放すというのはもともと大事だったから握りしめてるわけだってね。執着してるものはもともと自分にとってメリットがあって、嬉しい、楽しい、面白い、幸せという感情があったから握りしめてるわけだよね。それを手放していくっていうのはね、結構難しいよね。幸せや楽しい、面白いっていうものじゃないもの、別に幸せでも何でもないものを手放すのってすごい簡単なんですよ。例えば野球のボール、あなた好きですか？野球のボール大好きっていう人はちょっとこの話当てはまらないけど、野球のボール別にそんなに好きじゃないよね。だからだったら別に普通にポンって手放せるよね。別に好きじゃない、好きでも何でもないからポンって手放せるじゃないですか。捨てようと思えば捨てられますよね。でも例えば自分の大切な人がくれたプレゼント、まあ手編みのセーター、ちょっと例えが古いかもしれないけど、手編みのセーターもらったとするじゃない、これ捨てられないよね、捨てづらいよね。なんででしょう。同じものなのにね、野球のボールも手編みのセーターも同じ物質であることは変わらないのに、なぜか手編みのセーターは捨てづらい。なぜ捨てづらいかというと、そこに感情が乗っかってるからだよね。もらって嬉しかったとか、着てみてすごい相手が喜んでくれたことをがずっと脳裏に残ってるから、だから捨てづらいわけですよ。それと同じように、人間関係も仕事も活動もサークルも集団も、そういったもの、楽しいと思った過去があるから、嬉しいと思った過去があるから手放すのがすごい難しいんです。だけどこれらを手放さないと次の嬉しい、楽しい、喜びが入ってこないのよ。そうなってんだよね、残念ながらね。これでも人間の面白いところです。各僕もいろいろ手放してきました。もうみんな仲良かったコミュニティを一夜にして終わりってしちゃったこともあります。これもね、ちょっと反省してる部分もあるんですけれどもね。でもそうやって手放したことによって、本当に全然違うステージがボンってやってきた、そういったこともありました。ですので、この手放しの力強さっていうのは僕も体感しています。あなたがね、うすうすもうこれ手放さなきゃな、この慎吾さんの話を聞きながら、ああ、そうそう、昔は良かったんだけど、もう今いらないやつあるある、それあるわーって思ってる、その今頭の中に浮かんでる、それそろそろ手放す時期なのかもしれませんね。はい、ぜひ検討してみてください。はい、ということで今日は龍神様からのメッセージ、下半期あなたの運気がどうなっていくのかということを龍神様から教えていただきました。いつもコメントありがとうございます。励みになってます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、龍、金運龍城爆上。あ、ぜひね、龍神様どれを引いたか書いてね、コメント欄お願いします。またねー。